忍者サークル。先日外国人ばかり集う飲み屋に初めて行った。意外だったのが人種、国籍様々なのに共通語が日本語だったこと。反対に相当な日本通で日本のことを予習してきた外国人でも、来日して最も驚いたことは町中住宅街にお墓があることらしい。ユダヤ人によると、日本はユダヤ人差別がない唯一の先進国らしい。黒人は差別というより日本人が自分を怖がっていることに戸惑うらしい。アジア人若い男の間では日本人女性は憧れの的でステータスが高いらしい。ドイツ人によると、ドイツ本国の括りでは日本は東南アジアで、赴任前に各種予防接種を受けて赴任中は熱帯地域赴任手当がつくとか。彼らの間ではとにかくやたらと忍者が人気ある。米国の高校では忍者サークル多いらしいけど、日本のサークル聞かれて困った。オランダ人女の子は美人で日本語堪能だけど、世界地図で日本がどこなのかさせない。オーストラリア人男の印象では、地図で見ると日本は森林ばかりで、その隙間に都市があるらしい。フィンランドとカナダも同じような印象の国らしい。多くの外国人が言っていたのが、日本人があまり和食を食べないことに意外だったらしい。日本のクリスマスは楽しいらしい。欧米本国ではキリスト教の厳格な意識がうざいらしい。日本のクリスマスのように恋人が会うのはあちらでは大晦日とか。日本人の見方とはだいぶ違うんだなーってつくづく思ったよ。